ひみしたさんのサインがありがとうございます。今回はですね、そうなんですよ、サイン会に参加させていただけることになりまして、本当にありがとうございます。皆様ありがとうございます。特別公演もですね、ありがとうございます。また応援してくださってる皆様に、いつか皆様全員にお会いできる日が来るのが楽しみですので、皆様全員にお会いできる日まで私は頑張ります。今日は9時まで配信をしたいと思います。サインありがとうございます。この先日のお渡し会と撮影会ありがとうございました。イコールラブさんのお話し会、あ、違う、イコールラブさんの撮影会とお渡し会に参加させていただいたんですけれども、すごく緊張しましたね。手がすごい震えたんですけど、とっても楽しかったです。いつか皆様に、たくさんの方にお会いできる日がとってもさらに楽しみになりました。なんかすごい、なんかそのずっとパシャパシャパシャって感じなんですけど、自分がどん喋ってる時の顔とか見たことなかったんですけど、めっちゃ自分楽しそうにしてて、なんか本当にすごい皆様が撮っていただいた写真を見せていただいて、なんかすごく楽しそうに自分がしてて、こんな表情すごい楽しそうで、なのですごく素敵な思い出になりました。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。なので、ね、特別声もさらに楽しみになりました。こんばんは。最近ハマってる食べ物はちょっともんじゃが、でも一番ハマってます。でももうほんといろいろハマってて、パーソナルカラーとかを食べて受けたことないです。あ、マサールさんありがとうございます。あ、どうもりまちょうさんありがとうございます。やっぱりチョコバラ、なんか私ファミリーパックを食べてたみたいで知らなくて、ファミリーパックっていうの知らなくて、ファミリーパックだったみたいです。教えていただきました。でもそんなことお構いなしに、やっぱり美味しいです。もうイコールさんの本当に10時から楽しみです。まだ月曜世界今ここで一緒に会ってますよ。ありがとうございます。とっても楽しみです、本当に。もうちょっとサムネイルとかを見て、もう本当に楽しみです、本当に。こんばんは。YouTube 見るのめっちゃ見ますね。好きな方とかめっちゃ見ます。オフラインに入れて、なんか結構なんか語りが多い方が好きというか、めっちゃ見ますね。ケミの日休みでしたよ。
学校休みでした。初見です、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。チョコバナナが全然なくて泣きそう。なんかすごい、なんか最近手に入らなくなってきてしまったので、本当に気をつけていただきたいと。そうなんです、私県民の日は47都道府県全部そういう仕組みがあると思ってたんですけど、違うみたいで、違うみたいでびっくりしました。ミク、はい、そうなんですよ、と思って。また埼玉県のいいところを見つけました。休みがあるところです。仕事はできてお疲れ様です。本日もお疲れ様です。今週も金曜日ですね。そして今週すごい長かったですね。お菓子はガルボさんがめっちゃ好きなんですけど、結構ですね買いすぎてちょっと本当にやばいことになってきてて、なのでちょっと本当に気をつけようと思います。なるほど、首都圏、へえ。チョコバナナ買ってないです。やっぱファミリーパックなんで結構ね、お値段張りますね。普通に一列の買えばいいんですけど。最近酢飯食べちゃう。酢飯はですね、ちょっと明日食べようかな。いいとこ見つけ天才。でもあれですね、毎年のなんか埼玉県のいいところ作文みたいなやつは、夏休みのやつは自然がいっぱいって書いてました。カプリコンさんありがとうございます。そうなんですよ、そういう作文がありましてですね。こんばんは。はい、ガイド先生ありがとうございます。とっても楽しみです。ぜひぜひ。ありがとうございます。アイスとカラファジいいですよ。埼玉県の日、埼玉県の日レッスンをしていましたよ。コアテク取れなくて大苦戦中。上を向くと取れますよ。池袋確かに。はい、テストの直前だけど、確かに確かにテストの直前、そうですよね。ポケモン美月と愛ちゃんあげてましたね。なんかすごいカフェをね楽しそうに調べてたんですよ。で私はですね、本当にちょっとポケモンさんはですね、ちょっと難しいですね、ゲームは。ちょっと頭を使います。応募してくださってありがとうございます。こんばんは。ゲーム得意、ゲームはですね本当に動物の森以外結構下手っぴですね。テスト力全然めんどくさくて、どっちも無理なタイプです。応募してくださってありがとうございます。
動物の森でフルーツをめちゃめちゃ売って荒稼ぎしていた時代が本当に楽しかったですよ。友達をですね招待して違うとこからあのレアな珍しいやつをめっちゃ交換しまくって、すっごいクローゼットにめちゃめちゃ入れてピンチになった時に売りまくって、でありがとうございます、ハズルありがとうございます。そうなんですよ、すみません、ミラコさん、ミラコさんっていう方いらっしゃいましたよね。蜂捕まえるの苦手そう確かに。でも本当にフルーツがなってるやつしかひたすら揺らしてなかったので蜂出てこなかった。いいですね。私はなんかゲーム始めようかな。フルーツ全制覇した多分したと思います。でも本当にいろんな人とめちゃめちゃ交換しまくってたので、今日は9時までやろうと思います。リュウさんありがとうございます。ありがとうございます。私そうですよね、始めようかな。こんばんは。めっちゃ勧められますね、あゆちゃんコロと後のゲーム話。めっちゃ気になりますねその話。ってかあゆみがめっちゃなんか面白い画像を見せてくれて、この間こんにゃくゼリーを吹き出しそうになりました。あ、すみません。頑張ってください。もういつもお疲れ様です。こんばん。お疲れ様です。ゆめさん、でも何色も本当に可愛いんですけど、迷います。でも一番本当にどんな形でも。素敵に似合うんじゃないかなと思います。でもどの色も本当にそれぞれの魅力があってとっても可愛くてですね、私は可愛いと思いながらとっても愛用しています。ありがとうございます。何味が好き？あ、ぶどうですかね。ありがとうございます。配信の方には一生懸命届けられるように頑張ります。こんばんは。これなんかこういう本当のゼリーじゃなくてこういうのがビュッて押したらゴクゴクってできるやつですね。そうなんですよ、飲み物タイプのやつなのでとってもいい感じです。ウィンク、はい、ちょっとめっちゃ目がカピカピ。チーターさんありがとうございます。嬉しいですよ、ありがとうございます。ありがとう。たい焼き屋だからですいい質問ですね、ありがとうございます。チータンさんありがとうございます。追加としてありがとうございます。トワタト
ありがとうございます、嬉しいです。おめだ、なんかこれちょっと待って、本当になんか閲覧注意になっちゃうんですけど、こう中身に移動しちゃってですね、どん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 中身が、中身が中に移動して、結局頭からです。いやー、サラさんありがとうございます。かわいいですね、かわいいです、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいですよ、大好き、ありがとうございます、私は大好きですよ、うん、あゆみのやってるゲームあゆみのやってるゲーム謎ですね。たまにスクショをね送ってくれるんですけど、何のシーンなのか全然わからないですね。あ、ありがとうございます、ぜひニアジュエダミの魅力を伝えられるように頑張ります、ありがとうございます、興味を持っていただけて嬉しいです。ペンライトのカラーはですね、私は薄紫と黄色を希望しております。んですよね、本当に。ほら、これね、あの撮影会でも何回か要望いただいたんですけど、ちょっと恥ずかしいですね。そうなんですよ、みっちゃん。あ、うかさんありがとうございます。嬉しいですよ。うかさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいですよ。ひなこむさんもありがとうございます。嬉しいです。ファンクロー入荷して、ありがとうございます。私もお話できると思ってますよ、痛い、お話しかないです確かに、ギコギコ、アスカさんありがとうございます、嬉しいですよ、ありがとうございます、カラフク嬉しかったですよ、来てくださってありがとうございます、ちょっと足がしびれてきましたね、わーちょっとチャリ寒く、マジで寒いですね、本当にもうとんでもなく寒くて、なんかすねのあたりが本当になんか棒になりそうですね。11月でこれとなってくると本当にどうしようかなと思いますね。今日も大事が、それは静かにしていてくださいよ、恥ずかしいですよ、すごく身が染みます、すいません、すねに寒さ一番風が当たるんですよね。たくまさんありがとうございます、お星様、はい、次で私も
とっても気になります。自転車乗るすごい結果おられていますけど、毎日乗ってますよ。笑わせないですけど嬉しいですよ。あの素敵なパートをいただきとっても幸せです。こんばんは、こんばんは。冬の思い出はまだ冬本番ですよ。あ、スカート見て私極限までグッグッグッと伸ばしていますよ。普段から忘れ言わないですよ。ひなこむさんありがとうございます。嬉しいですよ。なるべく寒くないようにです。めっちゃ伸ばします。寒いんですよ。見よう、クロスこっち、ギガギガ。仕事終わってやってくれて、あーお疲れ様です。ジャジャくんでしたたまにそういう方を見かけますね。持ってないですよ。暖房つけてるんですちょっと消した方がいいですかね。間が途切れたりこれなんか行きますよっていう気持ちが入ってしまうと結構きつくて、私の家こたつがありません。カラスは泣いてきません。少しタイム、あら、じゃあ後で撮ります。じゃあ40分にやろうと思います。いや45分にやろうと思います。今日はねごめん。さらさんありがとうございます。小粒くんはですね、今日私がチャリをこいでキロについていたら、なんかとぼとぼバッグをねしょって歩いてる男の子がいて、あら、あ、見たことあるぞと思った小粒くんでした。一緒に私は自転車降りて一緒に2人で帰りました。でね、なんか自作のバッグを持ってんですね。いつもこう追いか自分で追いかけしたのが柄のバッグを持ってんですよ。で、なんでそれいつも使うのっつった、思い入れがあるらしいですねその絵に。なんかこう、あの絵、自由に絵が描けるみたいなのあるじゃないですか。あれはなんかどっかのイベントにね行った時にあったらしくて、そやった時に作ったバッグに宿題を入れて歩いてるらしいです。そうです、オリジナルデザインみたいですね。おうわー、すごいいい感じにパーリンタイムになってきました。おー、いい感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。イヤホンね、もうポーズ、もう返してきてありがとうございます。
嬉しいです、撮っていただけて本当に幸せです。小菅コラボのことなんて呼ぶの？粒ですね。ありがとうございます。関西映ったりする？映ることはないかもしれない。めっちゃ関西弁だなって思う時あるんですけど、自分が喋るとかないかな。かずめちゃん、ありがとうございます。そう、今日は9時までやろうと思っております。サミット自己もらえない。あ、もうサミット最近行かないですね。なんか笑われちゃったんですけど。私のクマはですね、下を向くと出てきて上を向くとなくなります。ただの影ですかね。そんなことないです、嬉しいです、ありがとうございます。おかしいですまたヘタペメイクですよ。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。次の話じゃあ12月までウキウキで待ってますよ。めっちゃ楽しみですね。もう毎日あのクリスマスメドレーを聞いてます。クリスマスメドレー聞いてますし、この間リハーサルでね、誰だかリコですか、なんかクリスマスソング流してとっても嬉しかったですよ。なんかジュリーがですね、めっちゃ面白いモノマネをしてくれて、毎日面白くて、私もそれの練習をしてますね。やっぱりあの撮っとけばいいか、ちょっとやっぱジュリーは家にいないので、私が家でそのモノマネ見たくなった時に誰もやってくれる人がいない。ケーキまだ予約してないですね。そうなんですよ、参加させていただくことになりまして、本当にとっても嬉しいです。この誰のものまね、お笑い芸人さんのものまねなんですけど、めっちゃ面白くて、めっちゃ面白いですね。やばちゃん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、応募していただいて。ひなこむさん、ありがとうございます。これだと7番目だけど、2人目ですね、真ん中です。最後に私もまた3位を書かせていただけて、とてもおれたたたたちょっと待ってくださいね。書く時の敬語は書かせていただけてですね、私もお話できて嬉しかったです。ありがとうございます。アイスケーキ食べたことないですね、私は。3位から先生が悪いじゃん。応募していただいて嬉しいです。ありがとうございます。いとこは年上と年下どっちが多いですか？でも私と本当に近い方が多いですよ。いや、私本当に敬語が使えなくて、こういうお仕事始めてから敬語でね、大人の方とお話しする時とかやり取りする時が場面に出くわすようになって、やっぱりたまに分かんなくなるので、友達にこういう時の敬語は何って聞いたりとか、あとはなんとか敬語みたいな調べて調べてやってます。まだガキンチョなのでね、ガキンチョなのでメール送る前に調べて、おかしくないか、でも結局おかしくなっちゃうんですけど。
まだ逃げてすいません。そうなんですよ、やっぱああかっぽいこさんありがとうございます。なんかそうですね、私はあんまりそのお仕事、にごたんさんありがとうございます。普通に学生をしていたのですね、ぬるま湯に使っていたのですね敬語とかはあんまりその真剣に考えずにねやってたんですけど、やっぱりその応援してくださる方も含め大人の方とかとねが多いのですね、敬語とかいうのはね結構学ぶ機会をいただいてですね、日々新しいことをしていますね。今日はですねちょっとうっかりミスをしてしまってですね、明日以降っていうのは明日も含まれてるじゃないですか、で私は明日からって言いたかったんですよ、今日じゃなくて明日からって言おうと思ったんですけど間違えて今日以降なら大丈夫ですって言ってしまってです、それは今日も入ってますと言われてしまって、確かに今日も入ってるわと思ってめっちゃ恥ずかしかったですね そう、うっかりしてましたよ。さくらさんありがとうございます。そうなんですよ皆さんとても優しくしていただいて嬉しいですよ、ありがとうございます。という感じですね、もう毎日学びながら、そうです、日々勉強です。ありがとうございます、こんばんは、ひなこぶさんありがとうございます。タメ口ちゃん確かに、でも本当に最初の頃はタメ口という感じだったので、それです、完全に私なんかこう私の中のプログラムにはもう敬語というものが刷り込まれてしまってですね、逆にタメ口だと難しいという状況になってます。こだがりその、何でも掲げていただければ私は全力で探しますよーらい、一番年上は誕生日とかってことですか、好きな曲が上がった、好きな曲が上がったですね、相手が言う、相手が言ってる時とかおっしゃるですかね、これ難しいですねおはよう、ありがとうございます。おはよう。ペンライト黄色と、すみません、めっちゃ見やすいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと昨日だった。昨日は違いますか、昨日なんか10時のやつは違いますかありがとうございます、よかったです、そうですね、今まで使わなかった突然使うようになったせいで変な敬語が身についてしまって、こういう変な言葉を使うようになっちゃう、ライブ久しぶり、そうですよね、また来ていただける機会があれば本当に全力で
お会いしたいと思いますので、そうなんですよ、私もとっても楽しみ。あ、リリリンさんありがとうございます。嬉しいです、クマさんありがとうございます。ぜひ見つけます。ゴミゴミなんだけど、そう、難しいですよ。次は絶対やってる。ありがとうございます。私は皆様にお会いできるように願っております。普段は違いますよ。最近は階段を登る、駅の階段登るだけでも疲れますね。なんででしょうかね。一応毎日走ってるもんですけど。はい、ご了承します。ありがとうございます、嬉しいです。駅の階段地味に消す。確かに、だから疲れるんですね。酢飯食べてないから、確かにスタミナが足りてないですね。痛い痛い、めっちゃ食べてます。やめらんなくて、ご飯を食べるのが。一番わかる。困っちゃいますよ。ありがとうございます。うまいって頼んだことは一回ありますね。確かにお酢は足りてないですね。あ、サラさんありがとうございます。さくら様ハートありがとうございます。みなこぶさんもありがとうございます。確かに、お酢を取るようにします。確かにそうですよね、わかりますよ。大丈夫、気をつけてください。ありがとうございます。もう本当にめっちゃ今本当にちょっと緊張感がありますね。もう1時間ごとにめっちゃ手洗ってます、怖すぎて。でもさ、ちょっと目がめちゃくちゃカピカピしてて、なんでかわかんないんですけど、今何してるの、めっちゃ背中がちょっと痛くてですね、ちょっと押しています。痛いですよ。わー、カヌレさん、カヌレね、いいですよね、美味しいですよ。目薬だいぶ押して、アイボンちょっと怖いですよ。どんな感じですか。背中定期的にストレッチしたいみたい。ぐー、病院行ったんですけど、ベロも治りません。本当にどうなっているんですか、私の体は。嬉しいです、ありがとうございます。かなりです、なんか確かにちょっとなんかあれはカッサみたいな感じ、いい感じですね。マジであの肩甲骨剥がしに行きたいです。でも家でできるなと思ったんですよ、肩甲骨を剥がすことぐらいは。なのでやめます。若いのになんで治らないの。確かに本当素朴な疑問なんですよ。なんか本当にバキバキでもなんか私は本当にジュリーがバキバキ鳴らすとわーってなってるんですけど、この間ですね、ジュリーのボキボキ音がすごい響きすぎて、あのレッスンが2秒ぐらいフリーズしてました。みんな、え、骨折れたって、もう大丈夫みんなってなってたんですけど、ジュリーはすごい空気のね、骨の空気の音がすごい、ジュリーは活発で
そうなんですよ。でもなんか腕を押しても痛いんですよ本当に。もうめちゃめちゃ痛くて、なんでですか？なんで痛、なんでなのか本当にわかんないんですけど、めちゃめちゃ痛いですね。こういうとこが痛い。よし、すいません。めちゃめちゃ痛いということです。全身押すと痛いっすね。マジそういうトーク。ちょっとやばいですよこのトークは。カヌレが好きなの？カヌレ。ほら皆さんカヌレは最とか言うから。筋肉痛だとないと思います。一応毎日チャリ漕いでるので多分違うと思いますね。明日始めちゃうんですけど、本当ですか？私も楽しみです。ありがとうございます。毎日これ。温めるといい。確かに。ありがとうございます。天のカヌレ。ちょっとなんかいい感じですね。そう、先生、ありがとうございました。45分になったら、少しタイムしたいと思うので、皆様、ポーズの提案お願いします。マジどのくらいの距離乗り換えてるんですよ。チャリ電車チャリで目的地に着いてるので、どのくらいか合算だぞ。どのくらいだろう。カヌレポーズって教えてもらっていいですか？はい。で、チャリヌ、でも結構そういう方多いと思いますよ。困りまい。最近眉毛を動かしながら歩くのにハマっちゃったか、とか言ってなんかハマってますね。何の報告だったんですか今の。ほっぺにカヌレポーズ。とか言って。なんでこれが面白いのか自分でも分かんないんですけど、なんか結構いい眉毛の体操です。でポーズをすいません皆さん。すいませんお願いします。ハートポーズ。はい、はい、うさみ、はい、ちょっとこれすいません服が黒なんで。ナイスカヌレ。こういうの好きですね私めっちゃ。寒い。おまさん。カリビさんが。じゃあ、終わらせない。はい、でも、はい。ちょっと上に持ってくるとやばいですね。猫。桜さんありがとうございます。サイン返せて落ち込んだ。そこよしよし、いいね。ポケモンやってすると
これポケモンゲットの時のやつですよ。たこ焼きポーズ。ホワイト頑張れ。お腹いっぱいポンポン。最近たこ焼きを食べたんです。友達と一列ずつで半分こして席がなかったので外で食べたんですけど、なんかすごいピクニックみたいで面白かったんですけど、久しぶりにフーフーしたんですよ私は、食べ物を食べる時に。でわっ自分フーフーしてるのかと思ってめっちゃびっくりしました。あげちゅう、はい。確かにめっちゃ青春ですね。めっちゃやけどしました。やん。足のむくみは本当にやばいです。回復とかなんだろう。なんだろう。どいてるんだろう。下もはい。ライオンはい。普通にごめんのポーズ、うん、はい、ありがとうございました。困りまよ。めっちゃよくやすぎた。そんなちょっと私がちょっと調べてきます。すいません、ありがとうございます。じゃあ55分になったらランキング回していただきたいと思います。いっぱいくださってありがとうございます。好きなんです。なんだろう、どの数字を魅力があってとっても好きなんですね。迷います。確かにお風呂入らないといけないね。どうしようかな。嫌です。偉いです、勉強本当に。まつげとまつぼししてません。頑張ってください。最近の部屋どう？やばいですね。そろそろ部屋をちょっと本当に孤独の部屋になっちゃいそうで危ないんで、本当イルミネーション見に行きたいです。本当に見に行きたいです。多分もういろんなところに出没すると思うので、なんかはしゃいでる人いるなと思ったら大体私だと思っていただけたら。またジャングル。ジャングルではないですね。まだ大丈夫そうですね。紅葉も行きたいんですよ、すごく。でもクリスマスツリーを見に行きたいですね。あのミルテンさんのクリスマスツリーの間で写真を撮られているあの写真が本当に大好きすぎて、なんかアルバムをね、アルバムのアプリ開いたら勝手にそこまで手が無意識に動いて保存したミルテンさんの写真を見に行ってるんですよ私毎日。でもクリスマス私ミルテンさんを見に行ってますね。これもし寒いですね。な外ちょっと待ってください。やめなくす。素敵ですね。そうですよ、皆さんと過ごす初めての冬です。本当に楽しみです。楽しみです。外苑、なるほど、ありがとうございます。
プロジェクションマップめっちゃ好きですね。ちょっとそろそろ見に行けるんですよ私。めっちゃ楽しみです。なんかそういうのですぐ泣いちゃうんですよ。アリスさんとお出かけしたいですね。なんか話したんですけど、なんだっけ。あ、でもこれは食べに行ったのと勘違いしてました。先生でこそね。配信でも聞こえるんですか。素敵ですね。イルミネーションシャンプーして、うんうん、そうなんですよ。結構これ音質すごい拾えますよね。本当に気をつけます。このアリスでトッポギさんとチーズボールさん、どのキャラクターさんもとても可愛いです。お腹音鳴ることめっちゃありますよ。私ノズの方が鳴りますね。ぐるぐるぐるるるるってなってますね。はい、あら、チーズに隠れてるんですけど中にトッポギが入っています。いやでもチーズがなかったら本当にだいぶ辛かったですね。ジュエちゃん食べる。で大丈夫。そうなんですよ。辛い苦手ですね。お鍋の季節ですね。もう私本当に鍋が大好きすぎて。ジュリーが食べたいと言ってます。ちょっとならいいですよと伝えておいてください。あ、くしゃみがくわ。ジョーコータさんありがとうございます。ちょっとなんか初めて見ました。めっちゃ可愛いですよ。ありがとうございます。嬉しいですよ。ありがとうございます。いやーイエイイエイイエーイ。ありがとうございます。嬉しいです。くしゃ、そうですね、先駆けとった確かに。あ、ランクが増してきてます。皆様ありがとうございます。いろんなところ音が鳴ってます。では13位の方から読ませていきたいと思います。13位リュウさんありがとうございます。10位マサフルさんありがとうございます。11位さくらさんありがとうございます。10位たくまさんありがとうございます。9位どんぶりまんチョコさんありがとうございます。8位にこたんさんありがとうございます。7位あすかさんありがとうございます。6位カプリコンさんありがとうございます。5位リリミオさんありがとうございます。4位ひなこんぶさんありがとうございます。3位チンタンさんありがとうございます。2位ウカさんありがとうございます。そして1位はサラさんありがとうございます。皆様今日も本当にありがとうございました。ちょっとね、明日もやろうと思っているので、ちょっとこれでやんなかったら本当すいません。でも明日もやろうと思っているので、ぜひぜひ。そうなんですよ、これランキング増していただくとですね、皆さんがありがとうって言ってくださるのがとっても幸せですよ。明日はちょっと多分午前にやるかなと思いますね。なので、ね、ちょっと難しい時間帯かもしれないので、もし他の日も検討しているので、ぜひ皆様その時にお会いできたらいいなと思います。本当に無理しない時にちょこっと遊びに来ていただけるだけで本当にとっても嬉しいので、ありがとうございます。皆様とお話できて本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。午前って何時ぐらい、
5時とか10とか11時とかそんな感じですかね。9時から10時か11時かどれか。でもこれで本当にやんなかったらごめんなさい、本当にやんなかったらすいません。なんかそうですね、ちょっと私がいけたら頑張ります、すいません。なんで本当にちょっとやばい、本当責任取れないこと言っちゃった、本当にごめんなさい、すいません、ありがとうございます。すいません、本当に明日から土曜日ですね。ついに土日に入りました、工事も私皆さんもとても頑張りました、ありがとうございます。もう今日も本当にお話できて幸せで、明日もお話会よろしくお願いします。今日もね特別公演ね、もし公開難しかったよっていう方はですね、いつか皆様にお会いできる日がとっても楽しみですので、その時まで頑張ります。本当にねこの間の皆様直接お会いしてですね、本当にもう今来てくださ応援してくださってる皆様のために私は頑張って生きようという気持ちになりましたのでこれは本当にそうなんですけど、なのでですね本当に少しですも少しでも私が生活の一部元気づける存在になってなれたら嬉しいなと思いますので、とてもこれからもよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます嬉しいですよ、そうやっていただけて。今週も本当にお疲れ様でした。お仕事とか学校とかいろいろある方も頑張ってください。では本日もありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました。